皆様こんにちは。練馬映像人インタビューです。この番組では練馬にゆかりの映像人の皆様にお話を伺い、練馬と映像文化の関わりを紹介していきます。今回のゲストも前回に引き続き映画監督の堀江圭さんです。堀江監督、よろしくお願いします。よろしくお願いします。堀江監督は日本大学芸術学部映画学科に入学、並行して俳優としても活動され、東映東京撮影所で制作された百獣戦隊ガオレンジャーにレギュラー出演されていらっしゃいました。卒業制作作品グローイングローインは各国の映画祭で注目を浴び、テレビドラマハッピーゴーゴー、映画ベロニカは死ぬことにした、忘れないと誓った僕がいたなど話題作を次々と発表されています。今回は東映撮影所でのガオレンジャーのお仕事と、その後の監督としてのお仕事、また映像制作会社設立についてもお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。ということでですね、2001年放送の百獣戦隊ガオレンジャーで、ガオイエロー、ワシオ学役でレギュラー出演されていらっしゃいましたが、どのような経緯でガオレンジャーに参加することになったんでしょうか。事務所、大学に在学中にそのスカウトされた事務所のオーディションですね。でも、その前のタイムレンジャーっていうのから僕受けさせてもらって、あと仮面ライダークーガー。そうなんですか。片桐さんの、はい、が受かってますけど、そのガオレンジャーの前年ですね。前年のチャンネル。まあ、両方、ほぼ同時だったんですよね。同時に受けたりして、初めてそういうのを受けたんですけど、まあ、落ちちゃって、で、次の年も来てくれって呼ばれて、なんかね、その前の時も、どっちもいいとこまで行ったらしいんですけど、ダメで、で、だからそういうので、一応目つけてもらってたんですかね。で、来年はだから、最終みたいなところから呼ばれて、で、決まったって感じですね。なるほど、なるほど。ヒル役演じることをどのように感じてましたか。僕も、当時その結構とんがった文化系な映画が好きな大学生だったんで、ヒーローものかっていうか、今ほどのなんかこうポジションじゃなかったんですよ。だけどその平成で復活させよう仮面ライダーをねっていう、本当に始まりだったんですね、クーガー。でそれがすごい復活して、スーパー戦隊もちょっとこう上がりたいみたいなところ、25周年作品だったらしいんですよね。ここでガオレンジャーっていうのがっていうのはやけに盛り上げられたんですけど、僕自身はだから当時大学3年生の卒業制作が作りたくてたまんない人間なわけですよね。だから最初のタイムレンジャーの時よりも逆にちょっとテンション下がってて、今やるともうどっちも中途半端になっちゃうなみたいな気持ちのまんま東映の銀座に行ってましたね。よくないんですけどこんなこと言っちゃう、それがやっぱ映画を作りたかった時期だったから、そんな感じで受かりました。まあ、みんなはね、ようやく受かった、やりたかったみたいな子たちの中で、だから僕は可愛くないやつですよね。もう卒業制作のことしか頭ないんで、だから大泉で夕方までロケして、でそのまま江古田の編集室に直行で入って、で夜の11時ぐらいまでやらせてもらうみたいな。で当時 その大学の教授も先生も、夜10時とか11時まで開けるのって嫌なわけですよ。朝からやって夕方で終わらない子があるのために夜に開けてるんだと。お前みたいに夕方から来て、そのロケ行ってたか知らないが、夕方から夜までのそのパートタイムみたいなやつのために編集室上げてるんじゃないんだって言って、こう胸ぐらつかまれて怒られたことがありまして。そんなことがあったんですね。いや、もうごもっともだなと思って、朝からいないかったやつにまあやる権利はないみたいな。でも僕は僕でも朝の6時半とかに散々ロケして、なんか走ったり怒られたりした後に夕方から編集してるわけですよ。昼間16ミリ撮影されて夜35ミリ編集してる人多分日本で俺しかいないですよとかって言って言い返したっていう、それをリアルに西武線で動いてました。大泉、江古田、桜台、スーパー戦隊も仮面ライダーもですけど、やっぱりその1年間続くということの中で得るものも大きかったんじゃないかと思うんですけど、その1年間の番組に参加したことをどのように感じてますか。やっぱり若いからなんですけど、やっぱり影響されていくというか、だんだんと役がこう体に馴染んでですね、もう1年間もやってるとその人になってくるんですね、気持ちも。あ、そういう意味では純粋になったんだなと思いますけど、行くとやっぱ他のね、メンバーとかも仲間だなって気持ちになれたし、やってる間地球を守りたいとか、こう熱い気持ちもちゃんとたぎるし、だから何にも考えずに、スッとセリフも出るんですよね。さーっと読んだら、そのキャラクターの言葉遣いとかね、こうセリフが出てくるから、1年間の効果ってすごいなと思いましたね。あれはね、俳優人生で一番幸せな仕事だと思います。映像制作現場の中でも毎年50本作っていかなきゃいけないから、その分業とスタッフワークが究極まで洗練されてるかと思うんですけど、そういうのを俳優として見ることができたことも後に力になったりしたんじゃないかなという気もするんですが、いかがでしょう。
そうですね。いわゆる劇映画とか、その何本も長回しでとかっていう映画とかが実は見るのは好きだったんで、またそういうのも違って、何日までにこれを撮ってっていうのをシステムチックなものを確かに見れて、僕監督としてもなんですけど、あ、こうやって作品作っていくものもあるんだっていう、フィルムだし CG も多いからアフレコでいいんだみたいなとかも、いやなんかそれだと気持ちがとかって最初は思ってたんですけど、その作業の良さだったり見やすさだったりを追求するプロの仕事っていうなんか気づけたのはね、本当に終わった後ぐらいだったんじゃないかな。当時はなんかこうそれがちょっと嫌だったっていう気持ちもありましたね。でも今となってはだから自分がそのテレビもやってますけど、ドライさだったりスピードだったり各所の攻め合いだったり必死と感じると、そうそうそう、あの時の正解はそうみたいなのをなんか答え合わせしてるような、そういうのを多感な時期に感じましたね。1年間の撮影中のことですごく印象に残ってることとかってありますか？撮影の最後泣きましたね。お、泣くようなタイプじゃないんですけど、やっぱりそれが1年間ってことだと思うんですけどね、終わっちゃうんだなっていうのと、ああ一体化できたんだなっていう、最初はね、なんか、そうか、俺がヒーローものやんのかとか、いろいろ言ったらね、まんまとちゃんと、うん、ハマったな。だから、そういうの、本当に1年間ってのは大きい仕事でしたね。すごく5人のチームワークが良かったんじゃないかなって気がしますね。そうです、そうです。あのね、みんな大人だったんで、仲良かったですよ。こう違うタイプだから、距離をいい意味で取って、尊敬もしてたしっていうのが。僕もすぐ終わったら、坂のね、仕事とかやったし。で、未だに仲いいですね。あれ、金子さんのなんかやられてましたっけ？いや、そう、金子が頼まれて、金子くんのイメージビデオみたいなの撮りましたね。そっから遠ざかっちゃったりもしてたりはしますけど、ヒーローとしてこの前20年ぶりに会えたのはすごく嬉しかったですね。うん、俳優がオレンジャーの後も続けてらっしゃると思うんですけど、監督業をやりながらまたその俳優も続けていたのはどういったお考えだったんですか？僕ね、すぐガオレンジャーが終わってすぐに結婚したんですよ。子供ができて、だから卒業制作、ちょっとガオレンジャーが終わった時と卒業制作でを、まあ、配給会社にお願いして公開してもらうみたいな時期ちょうど一緒で、ガオレンジャーのファンの方が映画に見てくれるのもっていうのもあって同時でやってたんですけど、やっぱりここは結構ブレてなくてね、俳優としてちょっと売れてチヤホヤされたとしても、やっぱり僕は監督をしたかったんですね。作りたかったから、まあ、いつかやめようと早々に思っていて、みんな驚いてましたけど、なんならガオレンジャーのロケを最後にして終わろうかなぐらい考えてたんですけど、まあ、たまたま俳優の仕事がそこからちょっと来たんで、子供生まれて生活費稼がなきゃいけないし、受けられる仕事を受けようと思って24、5歳ぐらいまではやりました。オファーが一回切れて、ちょうど25歳の終わりぐらいの時にベロニカ死ぬことにしたのオファーがもらって、これはもう取材も含めてすごく集中して1年間取り組まなきゃいけないから、もう俳優の仕事ちょこちょこ入れてる場合じゃないから、そこでちょうどオファーが切れたんで、それと同時に俳優をやめますって言って監督一本に絞ったって感じです。監督のお仕事の方の話を聞きたいんですが、純粋な商業デビュー、つまりその自己リスクを負わないで、依頼されて監督をやったのはハッピーゴーが最初ですか？ですかね。なんか、そんな気がします。こう書いてあって、そうだなって、そうかもしれないです。ハッピーゴーゴーはどのようなきっかけで制作することになったんでしょうか？当時 AD をやってたバラエティの方のプロデューサーが、お前映画作ってるらしいなって言って、バラエティの中のミニドラマで、深夜のバラエティだったんですけど、ミニドラマで一本好きなもん、こんだけ予算あるからやってみろって言われて、いただいた仕事ですね。そういう意味では商業デビューという、そうですね、加藤のり子さん主演でミニドラマですね。でもすごくオリジナル脚本で好きなことやってって言われたから楽しかったです。どのような思いで制作に臨んだんでしょうか？いやもうね、嬉しかったですよ。だってお金もらえるんですもんっていうねオファー仕事なんて初めてで、でもねやっぱり僕はまだまだその助監督経験とかもやったことがなかったし、仕事の意識がもう少しプロ意識が薄かったなっていうのが反省ですよね、あの時期の。まだ当時、このバラエティのこのタレントさんを使ってこうやってねみたいな最低限の仕切り以外は結構自由度が高かったんで、だからできたけど、もうちょっと違うちゃんとした仕切りだったら僕なんかもう全然ダメでしたね。ただ自分でやりたいことだけやってた。まだ23ですから、で仕切りもこっちで好きなことやっていいよっていう、本当自由度が高かったから、若干自主映画の延長だったかもしれないです。ハッピーゴーゴーに対して言うと。もうそこからたくさん洗礼を受けますけど。そういう意味では、加藤さんはじめ、素晴らしい役者さんが、津田寛治さんとか、松金米子さんとか、
今揃えたら大変ですよね、なかなかね。大変ですね。もうね、でも僕、出会いがあるのが、本当俳優さんに関しては、すごい人ばっかり出るよねっていう現場にいないので、ありがたいですね。ね、俳優をやってらしたこともきっかけとしてはあったかもしれないし。それはそうだと思います。俳優の現場で出会って、今度出てくださいよとかっていうしょっちゅうやってましたか。それはいいルートですよね。普通に言ったら、お前頼めないぞ、ありがとうとかプロデューサーに言われました。今から振り返ると反省もいっぱいあるというようなことでおっしゃってましたけど、商業作品を制作する中で当時その得たことみたいなことあります？例えばその俳優さんを美しく撮ることがこの企画の大きな意図だったんだみたいなことを知らないとか、現場全体というかプロジェクト全体で何を狙ってるのみたいな大枠を分かってないとか、そういうのが反省ですよ。自分はその後プロデューサーもやってるんで、プロデューサーからすると監督とか演出家とか見てると、いや君の考えが分かるけど、プロジェクト自体はそこを狙ってないんだよみたいなことを、今となってはこう匂うというか感じるのが全く感じられないのが若いってことだなって。でもね、これまで良くも悪くもなんですよ。分かったからいいかって言うとまた別問題で、分かんないで純粋に先のことだけ考えればいいっていうとこも監督とあるんですけど、でもね、まあ勝負に負けたらもう元も子もないので。先ほどちょっとお話に出ました、ベロニカは死ぬことにしたというのが2006年公開作品で、脚本を書かれた筒井友美さんのプロデュース作品だったかと思うんですが、どういうきっかけで堀江さん監督をやることになったんでしょうか？僕の中期の作品で一番自分的にもうまくいったなっていう、全身と小指っていう映画があって、木内涼之君が主演ので、これもオリジナル作品撮らしまったんですけど、それを見た筒井友美さんから電話かかってきましたね。あ、じゃあ作品見て。見て。このベロニカすごく難しい企画で、ぶっちゃけそこに僕に落ち着くまでに2人降板してるんですよね。ああ、そうなんだ。やっぱり難しいんですよね。辻さんの脚本とやりたいことを理解して形にしていくっていうのと、まあ内容的にもどうやってこれエンタメに落とし込むかっていうことで難航してたらしいんですね。で、前の監督が降板になったタイミングでちょうど作品見てくれた時にぴったりだってなって、ぴったりだっていうのはさまたま全身の小指っていうのがそのちょっと近親相関の話だったんですね。R18 の前半でやった年からの、ですごく生きるか死ぬかのタブーみたいなことをまたオリジナルでやりたくて、いや、それは兄と妹の禁断の声をやったんですけど、まあそういうセクシャルなシーンを僕は綺麗に描けてたと思ってくれたみたいで、あと生きるか死ぬか生と死ぬのもので、まあすごく合致したって言ってくれたのは嬉しかったですね。なんか来た、 あ、ここに全て込められるかもしれないっていう、作家としては喜びがありました。まさにそのグローイングローインとある種の合わせ鏡みたいなところがあるなと思っていて、はい、死ぬことにしたっていうタイトルで自殺をするところから始まって、最後はどういう選択をするのかっていうところも含めて、なんかすごいグローイングローインの変装曲っていう側面もあるのかなと思って。いや、まさに合わせ鏡なんて言ってもらって嬉しいなと思うんですけど、やっぱ2002年当時は主人公死んでしまったんですよね。だけど5年経って生かすことができた。その間に僕はね、まあ結婚したけど、やっぱ子供が生まれたことが大きかったりして、やっぱり自殺をしたとしても人は生きなければいけないっていう根本の、まあエンタメってこうだよなとか、昔はね、若いから嘘吹いてたことを、ちゃんとこう着地させられる。じゃあなぜ苦しいけど生きなきゃいけないのかっていう、すべての先に問われてるテーマを、まあ自分も立ち向かうことができたっていうのが、この5年だったのかなって気が。それはすごくね、良かったです、僕にとって。堀江さんがこの作品を監督する中で特にこう、まあ、大事にしたポイントっていうのはどんなところなんですか？当時の気持ちより今の気持ちがこう更新されちゃってるから、もう10年以上経つとこんな変わってきちゃうんですけど、今思うのはっていうところに置き換えちゃダメですか？いや、いいです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 。さっきね、生き残らせられるってとこにあれしたんですけど、やっぱり傷ついた気持ちって変わらないと思うんですよ。意外と鬱とかになってやっぱり精神的に苦しいんだってところが完全には回復しないと思っていて、生きてるだけでいいんだっていうところ、当時はすごくいわゆる精神的に回復したみたいなところを目指すつもりではなかったと思うんですけど、今となってはやっぱり一日でも生き延びられてるんでいいのかなと、未完全だけでも生きていくって感じですかね。パウロ・コエルの原作から感じたし、それが今よくわかるというか、その後も人生は続くけど
生きていくことはきっと大変でしょうしね、うんうんうん、彼女は傷ついていくでしょうし、そしてさらにそこから10年後の作品になっていますが、忘れないと誓った僕がいた。これはまた素晴らしい切ない作品だったと思うんですけど、どういう経緯で監督をすることになったんですか？これは日活さんと何かやろうってなって、もう僕も2010年から会社を作ってて、まあうちもちょっと出資をするので共同でどうですかみたいなことで企画開発から始まって、で原作からこれを見つけて、ちょっと僕が見つけたんですけど読んで面白くてどうでしょうって言って始まった企画ですね。その平山さんの原作小説を堀江さんが見つけて、それで企画として上げてったっていう感じです。はい、若干ね原作とラストが少し違うんですけど、その後どうなったかみたいな世界があるんですけど、僕はそこを描くと結構落ち着いちゃうから、その手前で見たいってふわふわっとした話ですけど、そういうお願いをしましたね。あとそれ以外は結構原作通りですけど、後半戦衝撃の展開になり、そこまでのヒロインの行動が全部わかるっていう、そこからは震えまくりでした。あ、本当ですか。もう素晴らしかったです、本当に。で、最後、多分その後の僕は原作知らないんですけど、ラストがあそこで終わることも、めちゃくちゃ二人とも切ないじゃないですか、主人公もヒロインも。なんかでもあれ読んで一番僕面白かったなと思ったの時に、結構忘れません？元カノとか、あんなことあったなとか、そういうこととか、忘れていくことって悲しいじゃないですか。誰もね、有名じゃないから、誰もそんなこと残ってないし、残すもんでもないんだけど、その感覚を残したいなっていうのがあって、まあ、青春映画全部そうなんでしょうけど、それが目に見えて消えてくっていうのが、ちょっとね、あ、ビジュアル的に面白いなって思ったのが選んだきっかけですかね。なんかでも、ああいうものを、もう年齢もね、当時と違うし、客観的に高校生の話を書いたときに、意外と自分客観的に撮れるんだなと思いますね、改めて見ると。ああいう視野がというかね、もう2人がもう自分の娘のようですよね、娘と息子のように。村上虹郎さんと早見あかりさん、お二人とも素晴らしかったですね、本当に。でもそのさっき最初に堀江さんがおっしゃった、自分も忘れていくよねっていうこともやっぱり感じました。そのこういう設定だからじゃなくて、忘れてることいっぱいあるなって。そうなんですよ。まあ、それでいいんですけどね、思い出って。この映画撮ってる時に、やっぱりどういうところを大事にしようとしたかって覚えてらっしゃいます？演出としてはなんですけど、これに関しても入念なリハーサルをしたというか、若い2人の集中力って言ったらあれだけど、とにかく2人でハマってほしいと。もう小手先でできる世界じゃないから、君らが乗れなかったらもう大失敗に終わるからねって話をして、だから君らがちゃんと恋愛だと相手を思うっていうことについて、おじさんが言うのももうすごく恥ずかしいけど、もう真摯に考えてほしいと。大事な人がいなくなるとか、もう会えないみたいなことについてっていうのを、こんなことをこう最初に話したり、しながら入念にリハーサルをしてお芝居を固めてったって感じですね。これがでも機械的にコミュニケーションしないで撮ってったら、ああいう切なさは作れなかったかなと思うと、その作戦はうまくいったかもしれない。今多彩に広がってる活動フィールドの話もちょっとだけお伺いしたいんですが、さっきお話出ましたけど、2010年に会社を設立して映像制作全般に乗り出された、それはどういうきっかけですか？すごく簡単に言えば、やっぱり映画監督とかドラマとかの監督としての仕事がその先5年10年安定していくのかなっていう不安が20代後半30代であって、でまあ、食べれてましたけど、例えばそれに講師の仕事とかしたりして、ただやっぱり40、50、例えば50になった時に職人として生きていくって大変だなと思って、うん、その母体を制作、ではまずはその制作受けですよね。その予算としてこうバジェットを受けて、その中で自分が監督できれば監督したいし、他に監督向いてる人がいればそこに譲ってラインプロデューサーとして受けていくみたいなことをやっていこうかなみたいな風に思うつもりで作りました。ただその時にこうやっぱ制作会社じゃあやりましたって急にボンボンドラマとか映画の話が来るわけないので、まあレギュラーワークとして何か常に細かく小さく関われる仕事はないかなってことで CG で、まあ CG で受けられないかなってことで CG アーティストとスタリストを何人か呼んで日々の仕事を回して、自分がその CG のディレクターでも入って、
戦国武将とか三国武将とかそういうのをやれてた時期っていうのもちょうどあった。やっぱりこうセルフプロデュースがすごくうまいよね。こうなんかやっぱ先を先考えてそこに行くためにじゃあ今これしようとか、その回すために CG を取り込もうとか、プロデューサー気質というか視野が広い感じがすごくするんですけど。でもやっぱり子供いたからかなと思うんですけど、ね、家族がいてやっぱその分稼がなきゃいけないっていうのもあったから、お金になることで考えてこうって言って分野が変わってくんですよね。これがもしでも自分が自分の身一つだけでいいやって言ったら、劇映画やりたいって言って、あの日芸の時のような推進力で映画映画ってやってたと思うんですけど、いやもっともっとちゃんとマネタイズしていかなきゃいけない、その上で自分のやりたいことも捨てたくないっていうところで、こうフィールドをちょっとずつ変えながら、だからオリジナル作品を作りたいけど映画ね、全てその手前に失敗があるからよかったと思うんですけど、例えばブルーインクレーンの時に600万かけて私も回収が難しいとか、じゃあ演劇だったらでも600万1000万かけても回収できるんですよ意外と。じゃあ演劇だったらオリジナル作品作れるかなっ て言って演劇を始めてみるとか、で制作消したいけどさっき言ったように舞台がないから CG やってみるかとか、なんかそんな風にやっていくのは、でもやだな、全部お金のためかってわけじゃないんですけど、そこがスタートです。堀江さん、これからやりたいこと、野望みたいなものありますか？僕の個人的な野望としては、やっぱり自分のオリジナル作品で、まあ、バズりたいですよね。収入的にやることじゃなくて、影響力のあるもの、だから長尺の映画なのかどうかわからないですけど、でもやっぱり培ってきたのは物語だから、劇映画で、まあ、ドラマで、今の若い子も、年上のその映画界のね、先輩方もやっぱちょっとすげえの作っちゃったなっていうところで、もう一回全世代が納得するようなバズり方をしたい、うん、そのためにはまあフォーマットはもう考えないでいいかな。逆にフォーマットにこだわりすぎちゃうと失敗するんで、舞台がいいのか CG かゲームがいいのかドラマのか本当分からないですけど、まあみんな模索してると思うんですけどね。なんかそこを共通する何かがもう少し出てくるんじゃないかなって気はしてますけど、すごく楽しみにしてますので、ぜひ実現してください。頑張ります。これまで、そして今の話まで伺ったんですが、改めてその日芸時代っていうのは、今の堀江さんにどういう糧になっていると思いますか？純粋でしたし、やっぱり僕は映画とか映像を目指してる人は、そういう学校に行く、僕行った方がいいと思うんですよね。入り口として、例えば仲間ができるし、そのことだけ考えてる人たちと共に過ごす、まあ4年間でしたけど僕は、時間っていうのはもうかけがえがない気がする。だから、そういうものをね、練馬区で過ごした日々ですけど、本当に外でも中でも僕はだから、そういう環境に入れて、距離もギュッと近くて、仲間に囲まれて幸せな2年間でしたね、練馬で。だから学校に行くのおすすめですね。さあ、そろそろお時間が迫ってまいりました。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。堀江さん、最後に前回今回のインタビューの締めくくりといたしまして、最後にご挨拶いただけないでしょうか。僕はやっぱりフォーマットにこだわらず、さっきも言ったんですけど、別に小さな仕事でもずっと映像だけにかかわらず、劇にかかわらず、デザインにかかわらず、ね、今そのスマホで撮って何でもできる時代だし、SNS でいかでも表現できる時代だから、大小場を考えずにどん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 表現していいと思うんですね。で発信していいと思うし、まあその結果ね、仕事になる人もいればならない人もいると思うんですけど、まあまあものづくりっていうのはとても豊かにするので人を成長させるから、子育てしてる方とか若い皆さんもそうですけど、でもうある意味リタイアが近い人だってそうだと思うんですけど、自分にとっての1本とか1個作品っていうのは年齢関係なく本当に人生において大事なので、そういうものを残せるか残せないかってことだけで心の豊かさだったり人生の豊かさが変わるなって思うので、皆さん何か自分の中でこう表現できることがもしあったり、その勇気があったらぜひやってみてほしいですね。小さなことからでも。ああ、素晴らしいメッセージをありがとうございます。堀江さん、今日はお忙しいのに長時間本当にありがとうございました。ありがとうございます。映画監督の堀江圭さんでした。ありがとうございます。さようなら。